きましょう。今日は風月だ。見せてあげましょう。終わりです。消去完了。時は天明七年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。この機運の裏に横島なる力を感じ取り、風間人軍の棟梁月心斎は風間宗月、和樹、和樹の三兄弟へ邪気の根源の捜索と封印の任務を下す。出立を控えたその夜、風間宗月は妹和樹から弟和樹が単独で里を出たとの知らせを受ける。風間宗月は葉月を連れ、弟を追うために急いで里から旅立つのであった。得体の知れぬ妖気を感じて来てみれば、その面包をどこから盗んだのかは知りませんが、命が惜しいなら持ち主に返した方が身のためですよ。カラス天狗とやら。うるさい、余計なお世話だ。むしろその刀の容器、お前こそ人のことを言えた義理じゃないだろ。お前が誰かは知らないが、俺の邪魔をするなら容赦はしない。無事に邪気の封印を完了し、再び渦潮に戻った宗月。葉月の呼び声に振り返ると、木の下で横たわる和樹の姿に気づいた。宗月と葉月の呼びかけに応じるがごとく、和樹は重そうにまぶたを上げる。再会を喜ぶ弟と妹を見守り、宗月は小さなため息をつくのであった。里に帰還した宗月は事の次第を棟梁月心斎へ報告した。その知らせに彼は表情を和らげ、宗月に賛辞の言葉を送る。しかし宗月は気づいていた。あの邪気の根源が静か御前ではないこと。得体の知れぬ何かが世界の裏側で動いていること。真の黒幕は一体何者なのだろうか。浮かない心で帰宅した宗月を迎えたのは、和樹と葉月の明るい笑顔であった。夕餉を頬張りながら冒険談を語る和樹、それを楽しそうに聞く葉月。甘いですねとつぶやいた宗月の声は、いろりで弾ける火の中へ消えていった。まったく、勝手に里を抜け出してどこまでも世話が焼けること、次はありませんよ和樹。